のありさま。はい、風間健人さんのです。はい、ブルーウェーブスニーカーです。はい、トルクレンチガールズ力学です。ゴニゴニの花咲天神です。お前らが集められたのには意味はある。じゃあ殺し合うだけやんないじゃん。殺し合う、殺し合うか、撃つせるか、そんなもんな。うわ、ショットガン持ってきてよかったけど。なんで持ち歩いてんだよ、そんなもん。肩回しもうよく言われるのが、はい、勢いだけでやってんちゃうんか。あー、なるほど。って言われるタイプのツッコミ。そう、お前らに、はい、脳みそはあんのかという。だからまあ言われがちっすね、確かにね。言われがちのツッコミが与えられたゆえの、はい、こう悩みを。あ、なるほどね、はい。え、ちなみになんですけど、うん、そのどうですか、誇ってます、自分のパワー系ツッコミやること。いや、そのそもそもやねんけど、はい、普通のツッコミやとして始めてるから、そのわかる。どういうことですか。なんかあのさ、ずっと見てたら、はい、なんかずっと家族とかでさ、ずっと一緒におったら、その痩せてってるか痩せてくか分からんみたいな。ああ、なるほど、なるほど。るなるほど、普通にやってただけ。普通にやってただけやのに、そうなってるから。気がついたらパワーに。なんかその、そう、なんでそんなしてるんとか言われても、はいはいはい、いや、俺ツッコミしてるだけやしなって感じ。なるほどね。安藤さんからしたらもうそれが当たり前のことしてるだけ。いや、スミカーでも、どっちかってと。僕なんか、その、はい、僕のツッコミ2パターンなんですけど、うん、っていうのと、あわしゃららって言うだけなんですよ。確かに確かに。だからどっちも驚いてるだけなんですよ。あ、リアクションの方でっていう。ツッコんではないんですよ。ツッコん、漫才ネタやからツッコむわけじゃないですか、うん。でも普段もツッコむじゃないですか。普段は、ね、学生時代とかどうやったんですか。ツッコんでなかったんだ。ツッコんでねえじゃん。で、ほんまですね。首を2回下げるだけ。なんか芸人になるやつって、その結構その学生時代からブイブイお笑いしてるやつと、そうじゃないタイプいるじゃないですか。センスある系の、うん、なんか僕、ブイブイ系だと思ってました。いや、どっちでもないやつ、なんか、なんでもない。え、そう、もう、そうなんすか。おるんか、おらん、そう、おるけどおらんやつか、わかる。そいや、わかりますよ。おお、影薄すぎて、影めっちゃ、いや、影薄いやつでさ、はい、もうなんか影薄いなってなるやん、うん。でも、濃いやつ、濃いやな、はい、どっちでもないやつみたいな、ほんまにゼロだった。たまに話すけど、うん、なんか、よう考えたら影薄いな。そんだけガタイでかくて、そのタイプ珍しいでしょ。なんかしらいじられるでしょ。これはでも、俺、珍しいやつで、その、はい、年取りにつけてガタイでかなってる。どんどんでかなってる。どんどんでかなってるけど、最初に組んだ人がおってんけど、はい、最初に組んだ人が、その、ボケができへんって人って、最終的に捕まったんやけど、その人。いや、笑われへん。笑われへんな。その時の相方が力学らしい。誰がや、おい。このように、年上なんで、このように、なんか、バーッと突っ込んでくれるじゃないですか。このツッコミに名前があるらしいんですよ。何を、名称が。情熱勢いツッコミ。いや、聞いたことねえ。あんま自分のツッコミに名前つけねえけど。ほんま、もうこんなほんま言ったらあかんと思うけど、はい、そんなにツッコミこだわりもない。ワード強いな。いや、ワード強いの。だから静かに突っ込んだ時にさ、はい、怖いやん、そんな静かに。もう、なんかさ、逃げ切りたいやん、もう。まあ、俺はその。ちょっと、あれですか、あんまり漫才好きじゃないですか。もう逃げ切りたいとか。うれぇで、スミカーでも、はい、お前は何をしてるんですか。何がですか。お前は何をしてるんですか。確かに確かに。時あるよ。と言いますと、そう、ツッコミでもボケでもない時あるスミカワの時あるじゃん、舞台上で。はぁ、トルネードツッコミ。何トルネードツッコミって。僕呼んでるんですけど。あんま名付けんな、勝手に人のツッコミを。手を首に巻くやん、お前。あ、そう、あれ難しそうやなと思う。あれ、追い込まれてるんですか。追い込まれてる。あ、なんも出へん、なんも出へん、なんも出へんの。あれ、ギャグ漫画見てると思うから、ほんま。このギャグ漫画しか見えへんね。ここでシューで、花咲さんのやつは、上海柄シャツツッコミ。いやいや、見た目だけで行くなよ。ツッコミでやれよ、ツッコミで。いや、花咲さんは、パワー系でもあり、センス系でもある。おいや、センス系ではねえよ。ハイカラやな。はい、いや、あんま人ツッコミ捕まえてハイカラとか言うなよ。はい、カラッと分かりました。ちげえよ。おいしい唐揚げ作ってねえでしょ、俺。ツッコミ地球連邦。違う、ツッコミ違いますよ。かつてまさずでわかる。地球連邦軍に対し。アリと戦うんじゃないよ。おい。地球連邦軍は。おい。松竹軍にうるせえ。
30対1の国力30。うるせえうるせえ、まあ、マジで。じゃあ生まれ変わってもう一回芸人やるとして、はい、もう一回芸人やるとして、で神様がお前ちょっと前世で頑張ってたから、はい、好きなそのツッコミの感じでやらせてやるよって言われたら誰がいいですか。本当はこれやりたかったらのやつ、実在する売れてる人とかでもいいし、それフットの後藤さんか蜂蜜しますか。真逆じゃないですか。ほんまなりたかったけど向いてなかった。え、すみちゃんは僕の爆笑問題田中さん。ああ力学は僕この月のナダルさん。ツッコミっぽいボケ方するときはあるあるある、いつおかしなのか分からないみたいな、うん、ああいうのがちょっとしたいな。あれやろもっと。いや何を何を考えてたか教えてくれ。やり直します。いいの出しますもん。編集でここになんか髪型は同じになってても。じゃあ編集のやつ面白くねえよ。上海ガラシャツッコミ伝説ねえよ。殺人事件起きねえよ。ツッコミ種マシンガン。いやツッコミ種マシンガンじゃねえよお前な。いっぱい出したろかいじゃないんですよ。な植物系の技をいっぱいね。おい、俺面白くねえかもしれない。俺面白くねえのかもしかしてな。そんなことない。おい、諦めちゃおうかな夢。夢諦めちゃおうかな。あ、すいません、ちょっと電話かけていいですか。もしもし、もしもし。はいはい。あ、間違い電話ですか。はい、全然全然。いやいや間違えるわけねえだろお前、靴と電話とな、バカが靴と電話の間違いバカがな。いや一緒やん。いやほんまに何も出てこなかった。何も頑張った今フル回転させてバカがしか出てこなかった。言っときますけど、そさっきのやつ声大きくしたら安藤さんですからね。えさっきの、はいもしもし、いや田中じゃないです。いや全然、はいはい。靴やろお前。ほら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 、はい、ということでお時間になりました。いやいこれから頑張りましょう。いやこれマジで撮影時間が確か僕見てたんですけど1時間20分撮ってた。1時間20分撮ってて果たして何分の動画になってるかっていうのを楽しみにしましょう。これからも頑張りましょう。おい何撮っとんねん。おいおここで切れてんだよ。おい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 見せ物チャンス。えおいこんな若いさんお前荷物出しできんねん。ずっと構えてまげんこれ。情熱出せよ。もっと頑張っていきましょう今後。終わりでーす。ありがとう。また来週。